はいどうもこんにちは、ピアソンのいいです。今回はですね、iPad Pro 新型になってからの、初の、手元動画以外の、ガチランク戦ということでやっていこうかなと思いますね。さあ向こう側誰かいるかな。で今回は相変わらずの傭兵版をしてやっていこうかなと思います。このね、本当に普通に操作できるっていうのが、本当に感動だね。さあ耳鳴りがしてきた。あ、消えたか。え、あそこの位置に傘出して、見えなかったんだ。普通に目視してたけど、見えなかったわ。さあこちら辺に移動してるけど、この耳鳴り、中央の人かな。中央か、あっち側に。あーいいですね。ただこっち側に来てくれるんだったら、あれ傘回収しちゃったから間に合うかな。間に合うなこれ。よーし、オッケー。いいね。で向こう側誰か回してるな。なんか止まったりしてるから多分ロボだと思う。先にロボ壊すわ。うん、今止まってるね。さあ、あれ機械騎士だ。オッケー、これめっちゃありがたいな。さあ一発与えて、これもう速攻でいけるぞ。存在感も溜まってるし、オッケー。いいね。マジか、こっち側のジャックポジを絶対ロボが回してるんだなと思ったけど、いいねいいね、よかったよかった。とりあえず、こっち側の椅子に釣っていけばいいかな。多分この辺にロボいると思うんだよね。いないか。で、空軍回復、はいや。なるほど。あ、わぁありましたロボ発見。もうこれね、勝ちですね。はい、このゲーム勝ちました。さあ、釣って、よかった。ここに隠してたんだ。こっち側の暗号機に耳鳴り的にあるのは分かってたんだけど。よかったよかった。たまたま見つけられたね。さあ、とりあえず。空軍が来るでしょ、こうなったら。でも半分、どうだろう。4割で来るのかな。すごい、その辺難しいと思うんだけど。あ、来てるね、これ。銃だけ撃たれないように、先撃ちさせないようにしようか。一発。うん、よしよしよし。で、銃どうするかだなぁ。さあ、ここで一発。さあ、撃ってこない、スキルチェック見せる。あ、やばい、これは絶対撃たれる。はい、やらかした。これをやらかしましたね。でも全然まだまだロボ壊せる分、いいかな。あそこの一応内側に出しておいて、ワープして。あ、間に合うか、それ。球根だけしてて、これロボ壊さなくていいや。この普通に乗っていけば、なんとかなるかなと思いますね。全然まだまだ有利。残り3台だけど。よいしょ、オッケー。多分、あの位置的に、義士が多分最初にね、あそこの俺が最初傘飛ばしたとこにいて、で、そこ売れないしね。で、そこから、隠密して北上していって、で、ロボ出して操作中って感じだったと思うから、義士の回復ほぼほぼゼロだと思うんだよね。さあ、ここに、妨害もしつつ、さあ、この、あ、奥から超高所も来てる。この位置で見つけたのはだいぶでかいね。二人行ったらもう絶対の救助されちゃうから、先に占い師だけ殴っときたいな。無理でしたね。さあ、これはとりあえず、こっち側から行こうかな。傘だけ出していって、警戒するよね。警戒させつつ、戻って、占い師殴ろう。オッケー。よしよしよし。いいね。結構警戒してるから距離ある。これ恐怖狙っちゃうか。香水使う。ほら、よし。ここだよな。このタイミングだよね、超高所って。もう完璧だったわ、今。ベル使えばよかったんだけど。なんかね、いける気がしちゃった。あ、なんか来てる。これはもう諦めかな。オッケー。よし。勝ちましたね、このゲーム。こんなもんですよ。調香師がやっぱよくやりがちなのは、香水使って4秒後に、救助して無傷救助を、食らった後に戻るっていうのやりたがりだから、今の攻めだったね。けどタイム的には、それが一番可能性高かったね。オッケー。で、設置しつつ、空軍球場もこれ、諦めですね。オッケー。よしよしよし。一応、占い師、袋まだあるから、そうだ、袋使えばよかったのにね。一応、占い師の方飛んでね、多分、機械技師と占い師がペアだと思うから先に飛ばしてあげないと、かわいそう。よし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 。っていう感じで、初戦はこれ相当良かったですね、良かったよかった。本当に普通にね、歩けるのが本当に感動だわ。オッケー。で、あとは空軍を釣りに行っておしまいと。これまだ、サバイバー下手したら投稿できないんじゃないか。そんぐらい早い気がする。4分、ワンチャン切ったかな。でも切ってないかな、わかんねえ。そのぐらい、白黒にしてはめちゃめちゃ早い試合だったと思います。手なわけで、もう一戦やっていこうかなと思います。さあ、2戦目やっていこうかなと思います。でね、まさかのランク戦がね、終わってしまったので、55ランク戦に突入しました。そして久々のね、リッパーをやっていこうかなと思います。なんだかんだ結構、リッパー好きでよく使ってるんだけど、動画にするのは結構久々になったんじゃないかな。どうだろう。なんだかんだ最近白黒が多かったから、最近ね、白黒以外もやってほしいっていう声があったので、2戦目にリッパーを持ってきてみました。うまいね。なかなか使わねえなと思ってたら、いいタイミングで使ってきたね。さあ、とりあえずここ板割っといて、まだそこ行かれちゃうな。さてさて、このサバイバーは、編成的に、あ、なるほどね、危機一髪か。確かに、それも全然ある。殴っちゃう？オッケー。で、存在感いただき、結局今ね、刃ないから、あそこで殴らなくても無駄になっちゃいそうなんだよな。さあ、そして、どんどん加速して追いついていくと、あと8秒。次の香水はもう普通に、
つかせたらいいかな、うん、構成を使わせてと OK で戻ってもいいように感じた。さあどうする、いつ戻る、戻らないね。 OKOK いいよ。さあ戻らないんであればもうこれはもう終わりよ、うん、さあここで落とすか。 OK よしよしよし、一発で、この後だな。いや、そこ、追いつかないんだよな。ただ、あ、そっちが行くの。あ、ならこれ多分、ステイン、いけないかな。甘かった。あ、行けた。よしよしよし。ステインの入り方甘かったけど、なんとかなったわ。やっぱ、リッパーの強み、これだよね。本当に、透明だからよくわからんっていう。それが強い。そこ誰か回してんね。炭鉱以外であったしな。あ、オッケー、いいね、いいね。さあ、祭司。まあ、祭司このまま救助来るのかな。どうだろう。でも、編成的に、超光子が危機一発持ってるから、祭司持ってなさそうだけどね。で、おー、早速ワープ使うね。いや、刃使いたくないな。どうしよう、これ入っちゃうか。入っちゃおう。オッケー。え、もう一個使う、もう一個使わないのか。おいしょ、オッケー。さあ、ここでしっかりと、まあ、溜め攻撃でいけば。あー、もったいない、もったいない。なんてもったいないんだ。もったいないお化け出ちゃうよ、これ。もうダメだわ、なんか白黒の溜め攻撃判定と間違えちゃった。もうダメだ、なんか体がなんか、もう立派な判定を忘れている。そうだった、このハンターすごいね、特殊な判定してたわ。さあ一発与えて、これもういや、炭鉱でやっちゃおう。あ、ダメだ、これダメ。長っ。これどうしようか、もう普通に多分あれだな、ここで祭司と炭鉱の立て直し妨害した方が強い気がする。で、なんかスコップ持ってるやつもいるな。 OK 祭司ミッケーで、そこに炭鉱もいる。めっちゃなんか声聞こえやすいな、気のせいかな。あれか、音量いいっすよね。 OK 一発与えて、もうこれ祭司釣っちゃおうか。あそこなんかいるな。で、ここの暗号機守りつつ全然勝てると思う。一発壊しといて。あ、いる。それは甘いんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。で、まあ多分、まあ、墓守りが祭司じゃなくて、調香師の方行っちゃったから、調香師は多分起きちゃうとは思うんだけど。まあ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 、仕方ないかな。オッケー、起きちゃった。で、いい、墓守りについてくれたの嬉しいな。次救助来るとしたら間違いなく墓守りだから。で、スコップ潜る。なるほど。治療はやめたのか。これ指名手配だとそんな感じで見えるんだ。すごいシュールだなこれ。 OK 一発与えて壊す。よいしょ、いいね。まあ普通に救助狩りは無理だけど、これでね、まあ序盤だったら存在感もたまるし、まあ、そこまで悪くないんじゃないかな。まああと墓守りの強いけど弱いところってあれだよね、一等交換士と違って一回アイテム使っちゃって解除しなきゃいけないってのが厳しいよね。解読しながらで地中に潜れないのが厳しいからね。あ、向こうが行ったか。なるほど、まあ、強いけどな、墓守り。本当に増えたと思うわ。特に白黒で傭兵バーンとかしてたら結構入ってくること多いからな。普通に救助狩りはまず厳しかったりするからな。さあ、ここでワープがあるか。ワープを使わない。OK。使わないんだったら大丈夫。よし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 。いいぞ。で、来てるね、なんか。これ最初飛び立ったっけ、飛びじゃないか。まだ飛びじゃないか。まあ、こうなったら次炭鉱が来るのかな。じゃあ、さっさと救助せかしながらって感じかいな。よいしょと、板割って、そろそろ救助狩りとかしたいけどね。でもこの位置救助狩りマジで厳しいんだよな。あ、それは、あ、戻らないか、戻る読みしちゃった。オッケー、じゃあ殴っちゃおう。どんどんせかしてせかして、リッパーね、意外となんか、普通に追ってたら早いからな。この爆発力、やばいよね。なんていうんだ、普通になんか、救助ミスとかはしなくても、なんか気がついたら全然回復回んないとか、っていう風にもなるし、まあ途中、トンネルしなかった分回力回らなくなったのがすごい大きかった気がするけど、しっかりとスピンを隠しながら、オッケー、いいね、使ってくれた。オッケー、よし、まあ、まださすがに炭鉱起き上がんないでしょ。いかにね、早いとはいえ監視者を置いておるからなんとかなる気がする。よいしょよいしょよいしょ、味方のためにも4釣りしてあげないとな。さあこれ炭鉱つって、あそこが上がりきる前に向こう側まで運べたらめちゃめちゃ理想。まあ、超香子も次見つけたらいいんだけど、まあ、香水3つ使ってるから、アイテムなんか拾ってない限りは、まあ、仕留めやすいんじゃないかなとは思うな。よいしょと。あ、そっち側上がっちゃったか。どうしようか。あ、でもなんか向こう側もやってないかな。まあ、こっち側にも感謝だけとりあえず設置しとくか。オッケー、墓守が使った。ってことは、あれ？ああ、解読してたのは墓守か。なるほど。どうしようか。さあ、ここはしっかりと見ていきつつ、ここで U ターンする。オッケー。いいね、ようやく救助ができた。しっかりと狙うと。オッケーオッケーオッケー。ああいう場面意外と速球される方が嫌だったりするよね。さあこれ来るのかな。半分超える前にこれで半分超えたな。オッケー、超えたと。よしよしよし、半分超えいいやつの持ちと、まあ、これはもう勝てるでしょ。さあ警戒させていく。あーあー、外しちゃった。いいね、これ持つの難しいな。持った、完全に惜しかった。あ、でも殴れる。オッケー、
間をね、有意義に使おう。よしよし、まああんまり強い風船殴りはなかったけど、いや、リッパーだったら巨大ペンチ持ってきたらよかったな。こういうの全然あるからな。めちゃめちゃ巨大ペンチ持ってくればよかったと後悔してますね。さあ、ここでしっかりと、おわ、戻らないか、いい判断だな。さあ、しっかりと、今日ダメだ、なんか刃がサボってた分、なんかダメダメになってるわ。OK、さあ、ここで、で、炭鉱飛ばして、まあ、深盛りももアイテム使ってるから、まあ、長鉱殴ってって感じにしようかな。よし、 OK、OK、うん、さあ、どこだ、こっち側逃げたか。お、いいね、脱出で、3逃げしてる。 OK、OK、 じゃあ、別にそんな4釣りこだわらなくてもいいかな。ですけど、いいね。町の狩りだったな、今のは。オッケーオッケー、これでまあとりあえずあっち側に釣ったらいいかな。まあハッチ確認しながら、あわよくば釣れたらラッキー。まあでもこれ確か調光師飛びだった気がするから、まあハッチまああそこにあったとしてもまああれかな、逃げられちゃうかな。まあまあというわけで、まあ今回はリッパーを使ってみましたと。で1戦目が白黒と。なかなか1試合で2個のハンター使うことないから、まあ珍しかったんではないでしょうか。というわけで、まあ今日もご視聴ありがとうございましたとなるかな。墓守ハッチ多分見つけてるよね。まあ、最悪こんだけ時間あったら。あ、だよね。まあ、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。